唯一の肖像、イラストレーテッドロンドンニュース掲載、ウィリアム・ウェップ・エリスは、ラグビーの発明者として扱われている人物である。1823年、イングランドの有名なパブリックスクールのラグビー校で、フットボールの試合中、ウィリアム・ウェップ・エリスがボールを抱えたまま相手のゴール、目指して走り出したという証言が残っておりこれが、ラグビーの起源とされている。 ラグビーの起源であるボールを持って走った行為の第一号がエリス少年なのかは諸説あるが起源たる発明者の対象として名前が分かっている人物はウィリアム・ウェップ・エリスただ一人であるそのことから彼の名はラグビーの歴史を語る上で欠かすことのできないものとなっているラグビーワールドカップの優勝記念カップは彼の名にちなみウェブ・エリスカップと名付けられている 2015年にイングランドで開催されたラグビーワールドカップ2015の開会式では1823年のラグビー校の故事を題材にしたショートフィルムが流された。ワールドカップ開催期間中にラグビー校の前に飾られたウェブエリスカップなお当時のフットボールは手を使うこと自体はルールとしてそれ以前でも許されていた。エリス少年がルールを破ったとされるのはボールを手で 扱うことではなく、ボールを持って走った行為である。しかしその行為がサッカーとラグビーを分化したことにはならない。しばしば日本の資料で、サッカーの試合中にボールを持って走り出したと書かれていることがあるが、当時はまだ各パブリックスクールがそれぞれ独自のルールでフットボールをプレーしていた。したがってこれは、フットボールをサッカーと語訳してしまったことに発する誤解であり、 フットボールの試合中とした方が正確である。ラグビーとサッカーが他元を分かったのはこれよりさらに40年以上後のことでフットボール協会を設立してバラバラだったルールを統一する際にラグビー校発祥のルール支持派がランニングインと呼ばれるボールを抱えてゴール目指して走っていくプレーとハッキングと呼ばれる密集、接触時に意図的に相手の向こうズネを受けるプレーが 禁止されたことを受け入れなかったことが原因である。初期はサッカーでも手の使用は認められていたが、次第にフィールド内で手を使う行為を禁止されるようになり、ゴールキーパーという専門ポジションが導入された。ラグビーではランニングインが主要なプレーであり、ハッキングは限定的に合法であった。ただし、今ではサッカーとラグビーどちらもハッキングは禁止している。文化のより細かい経緯はサッカー、サッカーの 確率3章。1806年、イングランド、ランカシャー州サルフォードにて、このエリュー兵連隊将校ジャームズ・エリスとアン・ウェップの次男として生まれる。1812年に父、ジャームズ・エリスが、アルブエラの戦いで戦死した後、エリス夫人は、ウィリアム少年と、兄・トマスに、無償で、高い教育を施せるラグビー校に通わせるため、ウォリックシャー州ラグビーに移り住む。 ウィリアム少年はラグビー校2816年から1825年まで通い優秀な生徒でありクリケット選手であったとされているがフットボールにおいては不正をしがちであったと言われているウィリアム少年がフットボールの試合中にボールを持って走り出したという事件は1823年後半に起こったという証言があるラグビー校を卒業した後 1826年18歳の時にオックスフォード大学に入学する。ここではオックスフォード大学ブレイズノーズ校でクリケットの選手となる。彼は牧師となり、ロンドンのアルバマール街にある聖城寺教会の司祭を務めた後、ロンドンのストランド街にあるセイクレメント・デーンズ教会の教区牧師となった。 1855年にはエセックスのマグダレン・レイバーの教区牧師となり、そこにはクリミア戦争でのイギリス軍への神の加護を祈る説教の要約と、その説教を行った21人の死災の肖像画があり、その中の一人がウィリアム・ウェップ・エリスである。これが彼の唯一の肖像である。病気療養のために渡った南フランスで1872年1月24日、65歳で、 亡くなった。彼がどこで亡くなり埋葬されたかは長い間、不明であったが、1959年に、ジャーナリストのロス・マクアーターによって、南フランスのマントンの教会の地下から墓が発見され、海の見える区画に移し葬り直された。エリスをラグビー校で、フットボールの試合中にボールを持ったまま相手ゴールへ走り出した最初の人物だと特定し、 エリスの存在を世に紹介した人物は、ラグビー校の卒業生である弁護士、マシュー・ブロックサムただ一人である。ブロックサムはラグビー校2813年に入学しており、エリスとはラグビー校で5年間重なっている。しかし、肝心の1823年には卒業していたので、ブロックサム自身がラグビーの起源とされる事件を直接目撃したわけで、なく、 身内の誰かから聞いた証言を1880年にラグビーの起源として文章に記したもの。しかし、それを裏付ける他の証言は見つかっていない。1895年になってラグビー校の OB 会がラグビーの起源についての調査を始めた。生存する卒業生などと手紙をやり取りし、ブロックサムが書いたボールを持って走り出した。最初の人物は、 エリスだということを裏付ける証言を求めたが、決定的な返事は見つからなかった。しかし卒業生の証言の中には、エリスについて、クリケットの腕は、見事だったが、フットボールではアンフェアなプレーをする傾向があったと、書いてある手紙もあった。結局、OB 会は、決定的なブロックサムの裏付け証言を得られぬまま、エリスを、ラグビーの起源であるボールを持って走った、最初の人物であると認定し、 そのことを記した鉄板をラグビー校に設置している。ただ一人だけの証言者の文章だけで、エリス少年がボールを持って走った。最初の人物であると特定するには、証拠が不十分という考え方もあり、彼がラグビーの創始者とされることが正しいのかどうかという議論には決着がついていない。しかし機嫌たる発明者の対象として、名前がわかっている人物は、 ウィリアム・ウェップ・エリスただ一人であり、今や彼がラグビーの創始者だという名声はとても広く知れ渡っている。また事実という考え方として紹介されていることは現在でも少なくない。このウェップ・エリス物語はラグビーの歴史では伝説的地位を占めており、しばしばエリス神話、はエリス伝説などと呼ばれる。ラグビーワールドカップ優勝トロフィーの名称、ウェップ・エリスカップは 彼の名にちなむものであり、ラグビーの名称は、彼がそのプレーを行ったとされる、ウォリックシャー州ラグビーのラグビー校から来ており、その町には、ザ・ウィリアム・ウェップ・エリスというパブが存在する。ありがとうございます。